外とね、分かりにくいところあるからね。うん、本当分かりにくいところがある。もうね、一通じゃないのに、入るところに進入禁止の標識もなく、違うところ、ちょうど住宅街だったんだけど、そこさ。もうね、あれ間違えたかなって思ったところがあったんだよね。あのね、こんな風になってて、もうね、こっちから走ってきて、で、ここを左折したんだけど、ここね、標識は何一つないんだよね。うん。だからここに止まれがあるわけでもなく、こっち側に。停止線だけあるだけで、ここに。で、あの、進入禁止の標識とかも何もないし、一方通行の終わりの標識も一切何もない状態で、ここで普通に曲がっていくんだわ。曲がってってさ、こうやって行って、で、こっちとかにも別に何の標識もないので、まあ、住宅街なんだ、ここは。普通に家がこうやって。で、家が並んでるんだけど、この先のところが、こっちが大きい通りで、こっちはもうちょうど壁になってて、こっちの向こうはもう何も、家も何もないっていう状況なんだけど、ここがね、こっちがね、あの、自動車専用道路、まあ、国道302号線ってところなんだけど、そこに合流するためのこういう道があるんだよね。で、ここは、ここの道は一方通行なんだわ。ここはね、標識が立ってるんだわ。で、ここは一方通行の標識が立ってるんだけど、ここは何にもここまで立ってないんだわ。で、ここ曲がってきて、こういう風な状況に行ったときに、ここにあの、一方通行の標識を見かけて、だからここに一方通行の標識があるから、あれこれ一方通行なのと思って、で、ここで、このまま行くとここ一方通行だから、ここ逆走になるんだよね。で、ここは何にもないから、あの、一方通行が終わりの表示もないし、始まりの表示もないし、進入禁止の表示もないので、だからここの位置で、U ターンした。ここから。向き変えて。で、こうやって行って、全部確認したけど、一切何もなかった。っていう風な状況だったんで、多分それは、ここまでの一方通行。ここの、ここだけの一方通行だったんだよね。多分ここまでの一方通行。うん。すごく不親切。で、ここの家の人たちっていうのは普通にだからここら辺をこうやって行ってるんだよ。見てもこうやって普通に走ってんだよ。だけどね、こうはだから行けないんだけど、ここに進入禁止の標識も何一つなくて、こうやって曲がってったら、ここに標識があって、何?とかって、これ行ったらまずいなと思って、ここで U ターンして、向き変えてこうやって戻ってきたけどね。もうこういうのね、あるんだよね、たまに。もうね、知らんちゅうねんね。あの、入れないなら入れないってしてくれればいいんだけど、それすらないからね。で、知らない間に一方通行の標識があるみたいなね。うん、あれは困った。うん。まあ、そういうこともある。ああ、本当に。なんか、いろんなところでね、すごく難しい場面っていうのはね、ある。もう、未だにある。うん。